あきこさん、おはようございます。速稼塾の久保です。今日はですね、あきこさんのすごく大切な誕生日ということで、この朝のうちにおめでとうメッセージをお届けしようかと思ってずっと待ってました。昨日からね、明日誕生日なんだなって意識しながら今日迎えたわけなんですけども、まあ、あきこさんにね、いつもライブ動画とか記事の投稿などで応援くださって本当に励みになっております。そういう意味ではもうたくさんのものをね、あきこさんからもいただいてますので、あきこさんにも届けと思いながら、あ、これからもね、記事の投稿とかさせていただこうかと思います。これからもですね、あきこさん、この1年また新しく始まるわけなんですけども、今日スタートしたこの誕生日がもう新しいあきこさんのね、素晴らしい未来に向かうあきこさんになるように、私もですね、ここからエネルギーをブブブと送りますんで、これからも一緒にですね、頑張っていきましょう。楽しく明るく過ごせるような一日に、そして、これからの毎日になっていくことを願っております。本日もよろしくお願いします。おめでとうございます。